米軍再編、米軍再編、米軍再編、トランスフォーメーションオブザ・ユナイテッド・ステイツ・アーミー、トランスフォーメーションとは、世界の安全保障環境と、アメリカ合衆国の安全保障に対応した、世界戦略の転換にじるために行われる、アメリカ軍の変革である。その変革は、戦闘の四領域、すなわち、物理的領域、情報的領域、認知的領域、 社会的領域の全てにまたがる、極めて抜本的なものである。太平洋戦争以後、米ソ対立による冷戦体制のもと、アメリカ合衆国は、資本主義陣営の名手として、また、世界最大の軍事力を誇る国として、世界の警察を自負し、西側社会ひいては世界の安全保障を主導する、世界戦略をとってきた。これは、古典的なパクスアメリカーナであり、 米国を中心とした政治的、経済的、軍事的な世界秩序を構築して影響下にいる国々の経済の相互依存性を維持し、欧州とアジアでの対抗勢力の拡大を阻止するものであった。このため、米国は欧州と東アジアにおいて積極的に友好国に海外基地を設けて中流米軍を前方展開させ続けた。この時代のアメリカ軍は、 典型的な工業化時代の軍隊であり、重厚長大な階層化組織と多数の重装備を有していた。1991年にソ連崩壊により冷戦が終焉を迎え、これまでのイデオロギー対立のもとで抑えられていた宗教と民族の違いによる対立が顕在化し、グローバリゼーションと地域主義とのせめぎ合いとい、新たな問題が生じたことで、 米国はその世界戦略の見直しを迫られた。それまで冷戦期を通じて自国の軍事力を世界的に展開してきた米国は、その戦略地域として東西対立の最前線であった東西ドイツ、朝鮮半島や日本といった地域に駐留軍を配置してきており、新たな戦略地域として大西洋地域やインド洋地域への重点化が焦点となったのである。 ソ連崩壊後、これらの地域においては、それまで、クレムリーンやホワイトハウスに抑圧されていた、世界各地の属問題が再燃し、各地で紛争が激化した。これらの紛争に対して、アメリカ軍は、国連ソマリア活動やデリバレートフォース作戦、アライドフォース作戦において、武力介入を実施した。また、これまで米国の拠点としてきた東、アジア情勢においては、 ソ連の崩壊によって軍事的な緊張は緩和されたが、独自の体制を続ける中国や北朝鮮といった国々が依然として強大な、または無視できない軍事力を保有し、決定的な対立の回避に努める一方で、これらの国々の不当な拡大、威嚇には依然とした抑止力が不可欠であった。米国は日本並びに韓国などの同盟国の自主防衛力に、 一定の期待をすることで、東、アジアを安定化させ、米国と南アジアから中東かけてのシーレーンを確保しながら、米国自身の軍事力は南アジアから中東地域への戦略的展開の自由度を確保していた。その一方、1980年代後半より、情報通信、電子機器技術の急速な進歩に伴い、これを軍事面に応用するという軍事における革命。 RMA が提唱されていた。RMA は軍事装備技術のあらゆる面に応用されているが、特に C4ISR システム、精密誘導兵器、PGM の開発、配備が重要とされた。湾岸戦争において多国籍軍勝利の背景として、技術優位が顕現されると、RMA は広く注目を集めるようになり、その進行がさらに加速された。 アメリカ海軍においては、1990年代中盤より、応援ス提督を中核として、RMA を活用する軍事コンセプトとして、システム・オブ・システムズコンセプトが総案されてきた。そして1998年、アーサー・セブロースキー提督とジョン・ガルスとかによって、総案されたネットワーク中心の戦い、NCW コンセプトが発表された。NCW コンセプトは、 の2点を中核とする革新的軍事ドクトリンであり、要するに高度な C4I システムを背景にした気略戦である。アメリカ海軍は1998年の艦隊戦闘実験において NCW コンセプト採用時と PCW コンセプト在来型採用時の相対比較を行うことにより NCW の有用性を検討した。この結果、 平均的な意思決定サイクルは43分から23分に短縮され、任務遂行に要する時間は50%減少。射撃の有用性は逆に50%増大。艦隊の防御網を突破した。敵襲定数は1、12減少して、NCW コンセプトの有用性は立証された。米軍再編の基本概念は、国防諮問委員会、ナショナルディフェンスパネル。 NDP が1997年に発表した国防の転換21世紀の国家安全保障トランフォーミングディフェンスナショナルセクユリティンザ21ショートトンセンチュリーにおいて確立されたこの報告書においては RMA によって防衛技術は急速に刷新されつつありまた非対象戦争や戦争以外の軍事作戦へのニーズ増大など軍が枯れている環境も 激変しているにもかかわらず、アメリカ軍はこれに対応しきれていないことが指摘されるとともに、これらの情勢変化に対応して、運用、編成、装備のすべてを統合的に刷新す、改革の必要性が提唱された。そして、2001年9月に発表された4年ごとの国防計画見直し2001、QDR2001 において、従来の脅威ベースのアプローチから、 能力ベースのアプローチへの転換が発表された。前者においては、冷戦構造の下で、特定の脅威、ワルシャワ条約機構などへの対処を目的としていたのに、対し、後者においては、従来は知られていなかったものも含む多様な脅威に、対して、いかなる時間、場所においても対処できる、軍組織が目標とされる。QDR2001 の発表直前に発生した。 アメリカ同時多発テロ事件により、能力ベースのアプローチに基づいた、米軍再編の重要性は、下級者となった。これを受けて10月には、NCW の総案者である、セブロースキー提督、この直前に、退役を部長として、アメリカ国防総省長官府戦力変革局、フトが創設された。フトは、現在に至るまで、米軍再編の中核的推進力として、活動している。 2003年4月、米軍再編の全体計画を示すものとして、再編計画指針 TPG が発表された。TPG においては、軍事力を工業化時代から情報化時代へと移行させて、ネットワーク中心の戦いを実現すことが最重要とされ、これによって NCW コンセプトは、正式に米軍再編の根本的ドクトリンとして採択された。 TPG においては、が、米軍再編における主要な三つの変革として定義されている。1980から1990年代から進められてきた新たな兵器の開発が21世紀に入り成果を生み始め、無人兵器に代表される従来の兵器とは異なる軍事技術が実用化されるようになってきた。長距離を無着陸で、 米本土から世界中を高精度で爆撃できる技術により従来の戦略爆撃と同様の傭兵で戦術爆撃や近接航空支援が行えるようになっている。また、無人航空機による偵察や攻撃も実用段階にあり、さらに改良が加えられている。海や空から発射される巡航ミサイルは GPS 誘導だけでなく目標画像による識別能力が備わっている。 二十一世紀現在では人工衛星による通信ネットワークが軍用、民間用ともに充実しているため、指揮や誘導のために前線や前線に近い場所にいる必要性が薄れていて、偵察衛星による監視能力の向上もこれを支えている。民主主義世界の先進国では戦闘によって死亡する兵士が多いと政権の不安定化に結びつくことが多く、 戦場での兵士数を最小にしたまま、無人兵器によって遠隔攻撃する戦闘形態は、将兵の損耗が避けられ、軍隊と国民の支持が得やすいと考えられる。また、海外派兵の多くは、将兵が家族と長期にわたり、引き離される場合が多く、この改善は誰からも喜ばれる。また、米国の軍需産業も、高機能で高価な兵器の大量使用によって、 人的損耗を避けるという選択は、冷戦後に急速に減少した、兵器需要を支えるものとして歓迎し、軍産複合体を米軍再編へと突き動かす、動機となる。米軍の展開体制見直し、グローバルパスチャーレビュー、GPR は、海外中流米軍の体制を根本から見直すもので、QDR2001 において宣言された後、2003年11月より、 正式に開始された。この時点で、アメリカ軍の前方展開体制は、基本的には、冷戦期のものの延長線上にあり、西欧と北東アジアに集中していた。しかし、この体制は、下記のような問題点を抱えていた。米軍再編の基本理念の下で、これらの問題を解決するものとして策定されたのが、GPR である。2004年6月の、 アメリカ合衆国会員公聴会における国防副長官の答弁や2005年3月に発表された国家防衛戦略において下記の古典が GPR の要点として述べられている。在日米軍の再編計画の課題とするところは、まず、ワシントン州フォートルイスにあるアメリカ陸軍第一軍団司令部の神奈川県キャンプザマへの移転と統合作戦部隊。 式統制機能の効率化を図ることにある。この統合作戦部隊は直接戦闘部隊などは持っていないが、有事の際に必要な部隊を組み込んで戦闘を行える構造になっており、再編を象徴するような存在である。アメリカ海兵隊は沖縄県の住民の負担を軽減するため、一部部隊の移動や訓練の一部移転を計画した。普天間基地を返還して、 大体基地として、辺野古地区への移転が決定している。海兵隊員、約8000人とその家族約9000人のグアム移転、那覇軍港返還、キャンプキンザ返還、キャンプレスター返還、キャンプフォスターライカム住宅地区や、ロワー,ープラザ住宅地区などの返還、北部訓練場の3分の1返還など沖縄の、二重軽減に重点が置かれている。米軍の展開体制見直し、 GPR 及びネットワーク中心の戦い、NCW に対応するため、アメリカ軍は大規模な組織刷新に着手した。このうち最も大規模な再編を行ったのがアメリカ陸軍であった。米陸軍の再編計画では、指揮統制の迅速化と戦力投入の効率化のため、従来採用されてきた。 旅団・四団・軍団、軍という四段階の指揮系統が見直され、ウーアックス湯として再構築された。またこれらの部隊の編成は高度にモジュラー化された。またこれらの組織改革と並行し、装備改革としてフューチャーコンバットシステムの開発が行われている。これは陸軍の各種戦闘システムを統合的に開発するものである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。